ガキの頃朝起きたら火の気がない和室の押し入れの襖が下3 0ンチぐらい焼けていたことがあった焼けているというより襖の上紙一枚だけがあぶ,れあぶられてめくれてるという感じで下から古文書みたいな筆文字が覗いていたその家は家を建て替える間一年間だけ借りていた古い木造の家で他にも不気味な現象が多々あった だいたいた家の造り自体が不可解で焼けた押し入れの奥にも隠し戸のような扉があり扉を開けると六坪ほどの裏庭裏庭にはここからしか出入りできないようになっていた階段の途中には小さな戸棚があり戸棚の奥は窓もドアもない六畳ほどの真っ暗な板の間 この戸棚は気が付くといつも3 4センチ空いていて階段を上り下りする足音も昼夜を問わず聞こえた階段を上った真正面にあるトイレは1畳ぐらいしかないにもかかわらず両側にドアがありどちらからも開かない鍵がかかっていることがしょっちゅう勝手に水が流れたりペーパーホルダーがカラカラ鳴ったりとかも日常茶飯事だった 包丁ハサミカッタードライバーなど刃物類が始終消えるのも気味悪かったうちの家族は引っ越してすぐ異常に気づいたが親はあえて仲介屋には何も聞かな,聞か,なかったらしいまた引っ越すのは金も手間もかかるし賃料がすごく安かったのだそうだ一年だけの我慢だと思っていたのだと思う だからこの家が事故物件だったのかどうかはわからないがこの家は俺らが引き払ってすぐ取り壊されたで後日談なんだがこの家に越して半年ぐらい経った頃俺は原因不明の高熱を出して1ヶ月近く寝込んだその時3日続けて同じ夢を見たんだ この家の隣には有名な古い大寺院があったんだけどその奥にある大きな薄暗い感じの池で友人とボートに乗ってる夢で池の中央まで来るとなぜかオールが動かなくなる焦って力任せにオールを引き抜くとズボッとオールに大量の黒い髪の毛が絡まってくる俺学校でこの話をして友達と寺の奥までに確認に行った でも池ななんんかなかったんだだけど大人になってから俺はたまたま仕事で江戸の歴史を調べることになったで古地図を見てみたらその寺の敷地内に大きな池が描かれてたんだよ俺が調べたところでは江戸時代その寺には大奥で不始末を犯した奥女中が 預けられることがあり《その中にはこの池に身投げした人もいるということだった》《寺と家の関係は分からずじまいなんだけど自分的には何らかの関係があったのかなと思ってる》